日本ハム6、ワンソフトバンク、24日、エスコンフィールド。日本ハムが中盤までの接戦から終盤に突き放して快勝。前夜の5点差大逆転負けのリベンジを果たし、貯金を新庄政権最多タイの12に戻した。新庄監督は、北山君、2億点満点、安定感、めちゃくちゃあったしねと8回3アンダム失点。 自己最多タイの13審を奪って5勝目を挙げた先発の北山を絶賛した。北山は序盤は最速154キロの直球主体にフォーク、カーブを効果的に配球。中盤からは変化球を軸に投げ分けた。初回三者三振の立ち上がりから、リーグ屈指の主軸三人を無安打に抑えて例を並べた。久々のお立ち台、僕の下の名前は後期、後期。 って言うんですけど今日はチームが勝って最高期、最高期、です。と声を張り上げた、6月4日の広島戦、松田以来の勝利だった。その試合の翌日、アクシデントに襲われた、左足がパキっていった、激痛も走り、診断結果は左足中指の疲労骨折。ショックでしたね、今まで折れたことないんで、でも正直悔しかったですと振り返る。 リハビリ期間で体の使い方を見つめ直した。トレーニングで意図的に体重を1キロ増やし、しっかり体重移動とか体全体で重みを使って投げる感覚がより出しやすくなったと明かす。復帰登板となった8月16日のオリックス戦でもレベルアップした投球で5回無失点。そしてこの日も安定感抜群の投球で、久々の勝ち星を挙げた。新庄監督は、もっとできると思っている。 疲労骨折は仕方ない、悔しかったでしょうけど、今日もこの間もいいピッチングをしてくれた。エースになれるピッチャーだっていうのは一年目から思っていたと目を細めた。甲子園優勝の京都国際、小牧監督は京都青少高の先輩にあたる。プロ入りするにあたってお祝いをいただいたりして身近な方だったので、元気をもらいましたし、負けてられないなっていう気持ちになりましたと優勝決定時に話していた。 この日は僕も負けないようないいピッチングできたんで引き続きまた頑張りたいなと思いますと誓っていた。